10月15日、共同通信より引用。インドに護衛艦アンテナ、初輸出へ、日本、脱ロシア依存促す。政府が、海上自衛隊の新型護衛艦に搭載されている、ステルス性能がある通信アンテナを、防衛装備品、技術移転協定に基づきインドに初輸出する方向で調整していることが分かった。監視や掃海など、攻撃を伴わない用途に対象を限った、防衛装備移転三原則に合致するとの判断。武器調達のロシア依存を脱するように促す意図がある。複数の政府関係者が15日、明らかにした。実現すれば、2015年にインドと署名した協定で初、安全保障協力を強化することで、インドとの国境紛争を抱える中国を牽制する狙いもある。調整しているのは、一角銃のような形状で、ユニコーンと呼ばれる通信アンテナ。以上、引用終わり。本当に輸出されれば、防衛業界にとってすごくありがたいこと。どんどん輸出されるようになればいいな。ところでユニコーンって形が特徴的だけど、どういうレーダーなの？解説をお願い。では、防衛装備庁公式チャンネルが出している動画をもとに解説をするよ。防衛省は、新型フリゲート艦として、小型化、多機能化、人員効率化、先進ステルス技術を搭載した艦艇の開発を目指し、その中でユニコーンの開発へ至った。艦艇には、様々なアンテナが必要で、一般にマストの高い位置に露出して設置される。そのため、敵のレーダーから発見されやすい。そこで、アンテナを RCS の低いレドームの下に組み込んで、ステルス性を実現する必要があるとまず考えた。ただし、アンテナは8つあり、それらを統合するといっても、ただ単純に並べば良いものではない。電波干渉を起こせば、たちまちアンテナとしての用をなさなくなる。それぞれのアンテナの調和を取る必要があり、電波、音波、磁波を制御する必要があった。次に問題となったのは、アンテナを格納するレドーム。全方位に信号を送れるように、円筒型のものを採用した。さらに、電波の透過率が高く、かつ RCS の低い素材を使用する必要があり、この微妙なバランスを実現するために、専用の FRP が使われた。また、雷対策も必要である。そこで、戦闘機のレドーム表面に使用されるライトニングストリップに着目した。これは、導線を少し離したものをストリップの上に並べ、適度な抵抗を持たせることで、雷が落ちてもストリップに伝導し、徐々に吸収される仕組みになっている。このようにして、ユニコーンが形作られた。ユニコーンの一体型アンテナは、戦場での取り付けを驚くほど簡素化した。設置については、船にボルトで固定し、ケーブルを接続するだけである。また、ユニコーンの一体型構造は、運搬の際にも大きなメリットをもたらす。専用のラックマウントシステムにより、スムーズな着脱が可能となった。運搬も保管も、ユニコーンをこのラックに取り付けたまま行うことができる。アンテナはレドームの下で保護されているため、破損のリスクは低くなっている。しかし、万が一故障した場合でも、陸上に保管してあるスペアユニットを使って迅速に交換し、一刻も早く任務に復帰できる。故障したユニットは完全に修理され、スペアとして使用することができる。このローテーションにより、艦艇全体の稼働率が大幅に向上する。次に、戦術広報装置、多艦についても問題があることが分かった。多艦は、発着するヘリコプターの進路を調整するためのシステムで、通常はマストの最上部に設置される。しかし、多艦は強力な電波を発信しているため、簡単に発見されてしまう。多艦を下げる必要があった。多艦はこれまでの円盤状のものから、ユニコーンの中心軸を貫通させる中空のドーナツ型へと変えた。これにより、多艦をユニコーンの一番下に配置し直すことができ、全方向へスムーズな送信ができるようになった。
他艦は手の届くところに設置され、故障してもすぐに交換できるようになった。他艦を下側に置いた分、ユニコーンの上部に新たなスペースが確保でき、ここに重要なアンテナである ESM を設置した。ESM は元の位置から高くなり、より遠くの水平線まで届くようになった。ユニコーンには、他艦、UHF 通信空中船、ESM 空中船、敵味方識別装置、IFF 応答機及び洋上無線ルーターなどがまとめられて完成した。ユニコーンとは、ユニファイド、コンプレックス、ラジオアンテナの略。新しい統合マストである。他艦や ESM など8種類のアンテナを統合し、専用の FRP レドームで覆っている。ユニコーンは、これまでにない新しいステルス性能を持つ、極めて高度なアンテナである。ESM が高くなったから、ミサイルや敵レーダーを探知しやすくなったし、何よりもステルス性が高くなったのが良い。一方で電波干渉が起きないように設計されているとはいえ、新しいものは少し心配にもなる。けど、その場合の交換も数時間でできるみたいだし、稼働率が高くなれば良いな。このユニコーンがもし輸出されれば、フィリピンへの固定式レーダー3機と移動式レーダー1機の輸出以来のことで、2例目となる。ちなみにフィリピンのは、着実に進んでいて、フィリピン空軍立ち会いのもと、固定式3機のうち1機について輸出前検査が終わり、11月中旬以降に引き渡す予定になっているよ。やっぱりレーダーとかなら輸出しやすそうだね。まだ調整中のことだけど、なんとかユニコーンが輸出2例目になってほしい。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画、インドにユニコーンを輸出について感じたこと、思ったことがあればぜひコメントしてください。